アの皆さん、本日はよろしくお願いいたします。キュアラモードデコレーションショートケーキ、元気と笑顔をレッツラマズマゼ、キュアホイップ出来上がり。はい、宇佐美一華役、三山かれんです。よろしくお願いします。キュアラモードデコレーションプリン、知性と勇気をレッツラマズマゼ、キュアカスタード出来上がり。アリス川ひまり役の福原遥です。よろしくお願いします。歴史ある作品で、しかもあの主役をいただくことができて、本当に聞いた時はびっくりして、もうオーディションを受ける時も、あ、こんな声優始めたばかりの私がオーディションを受けさせていただいていいのかなってくらいびっくりしたんですけど、受かった時は本当にびっくりしましたし、でももうその受かったって聞いて喜んだ次の日にはもう、あ、主役だ、どうしようってなって結構不安で不安でいっぱいでしたね。はい、私もあの2人はプリキュアをカレンちゃんと一緒で見てて、私はホワイトが好きだったんですよ。で本当に今でもすごいプリキュアって思い出に残ってるものだったので、受かったって聞いた時はすっごい嬉しくて、もう本当に嬉しくてピョン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 飛び跳ねててすごい本当に嬉しくて、もう次の日から何しても楽しくて、もう早くキュアカスタードの役作りをしたいと思って、必死になんかノートにメモしたりとか。プリキュアは皆さん個性的な性格だと思うんですが、自分との共通点を教えていただければと思います。結構テンションが割と高くなる時とか、あとギャグとか言っちゃう女の子なので、そういうみんなをこう笑わせるみたいな、この5人の中では結構そういうギャグ担当みたいな女の子なんですけど、なんかそういう顔をした時のその表情が結構小学校の頃にしてた自分の顔と似てるって思ったりとか。リンクしてるんだよね。リンクしてます。そうリンクね。ひまりちゃんは、スイーツがすごい大好きで、スイーツのことになるともうマシンガントークのようにバーってなって、もうスイーツのことしか見れないっていう、そういう部分があって、そういう部分はなんか自分とリンクしているのかなって思って、何か一つのものがあるとそれしか見れないぐらい、もうまっすぐ追いかけるっていうのはちょっと似てるのかなって。あとはなんかマイペースだったり、ちょっとボケてたり、そういうところも似てるのかなって思います。